はい、皆さんこんにちは。はじめましての人ははじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンのウィッチャー3、新米ウィッチャーゲレートさんの大冒険ということで、本日も一緒に楽しく冒険していきましょう。はい、ではウィッチャーの世界に戻ってまいりました。ね、前回ですね、ヌーレイスですね、やっつけまして、まああの花嫁さんのね、クエストを終了させたということで、まあ、その花嫁さんがまあその生前ですね、どんな人だったのかっていうのをこの薬草医の富田さんが知っていたので、富田さんのところに来てお話を伺ったところで終了しておりましたね。で、私事なんですが、プレイステーション4のコントローラーがですね、もう買った当初からいきなり壊れてるというね、とんでもないね、運の悪い引きをしてしまいまして、でなのでもうコントローラー買っちゃいました。でまだ修理には出してないですが、で一応テストプレイですね、もうちょっとだけやっておりまして、で、まあ、富田さんともちょっとお話しさせていただきまして。薬草は売っているか？もちろんよ、見ていて。で、富田さんですね、富田さんのお店で薬草が買えるんですよ。で、前回ヌーネースと戦っている時に、錬金で足りなかったアイテムがあったと思うんですが、これがね、売ってるんですよ。で、この材料ですね、まあ、3枚ぐらい買っといて、でね、これお金がね、意外に貯めるの難しいんじゃないかっていうことで、まあ、お金の無駄遣いをね、基本しないようにしていきましょう。で、錬金で、うん、でこの悪霊のオイル作るための葉っぱですね、葉っぱ1枚でよかったのかな。まあ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 いいか、うん、他のねアイテムも一応必要なのは、足りてないやつもありますが、これ爆薬がですね、作れることが判明しておりまして、このサマムっていう爆薬なんですが、これがあればですね、怪物の巣をね、破壊することができますので、前回ですね、怪物の巣を見つけておりましたので、グールの巣ですかね、あれを破壊したいので、これもねちょっと作っておきます。はい、ではここをちょっと出ていきまして、じゃあな。でですね、力の場をですね1個ね、解放してたと思うんですが、実はあそこに行く前にここにもね力の場があったんですよ。それをですね解放せずに多分ヌーネースさんのところに行ったので、それをですね今から解放しに行きます。ほら行け。はい、じゃあロージさんに走ってもらいましょう。これはおっと、たどり着いた力の場だ。はい、それではね、力の場でね、解放しましょう。お、どうしたどうした、やばい、なんかアクシーの引力アップした。おい、おいよ、おお、ん、なんだ、お、なんか出てきたぞ。ちょっとちょっと、これこいつアクシーが効くんだよね。どうやってやるんだったっけ。こうか、よし、アクシーにしていくよ。あいつにアクシーを食らわせよう。あ、どこ行った。お、あ、出てきた。ほら、アクシー食らえ、アクシー食らえ、アクシー食らった。わかんねえ、ほらわかんないまま倒しちゃいましたね。はい、エメラルドの粉、悪霊の粉、勇気の変異、誘発剤、勇気のエッセンス。うん、なんかやっぱこういうとこには いますね、なんか危ないやつがね。まあまあまあ、なんとか倒したので、うん、怖かった。なんかあっちにたくさんいるよ。お、なんだこいつ。うわ、このアイテムを取りづらいのはね、ちょっと大変ですが。はい、なのでこれはね、ディスプレイを変えないと厳しいんですよね。うん、ゲーミングディスプレイをとにかく次は買うことを目標にしましょう。うん、で一応これをね、ウィッチャーやる前にもう一個ね FPS をちょっと実況しようかと思いまして、 FPS ちょっと購入させていただいたんですが、もうね画面酔いが激しいっていうのと、うん、内容がちょっとね、え、ローチ？ローチ？そう、内容がですね、ハードすぎてですね、ちょっと私の感覚に合わないなっていうゲームでしたので、それはちょっとねやめようかなと。うん、というか売っちゃおうかなっていうね。うん、そんな感じでね今考えてまして。ほら行け。
そうそう、だからその FPS のゲームが合わなくてですね、うん、うん、おおおお、力の場があるぞ、ここにも力の場だ。あ、すごいすごいすごい、結構結構いっぱいありますね。でも力の場、さっきなんか勇気が出てきましたもんね、怖いですよね。はい、じゃこれも解放します。アクセイ、アクセイってことはまた勇気が出てくるのか、お化け、お化けタイプが。これ、これはこれ関係ない。うん。ねえ、すごい、カメラが回転しまくってて、ウィッチャーのせいだとばっかり思ってたんですが、ウィッチャーは、ね、何の問題もないというね。ここを、こういうのですね、こういうのを、リグにね、こう、燃やすと、これがね、ですね、落ちてくるんですよ。で、これを回収すると、パチの巣がね、取れるんですよね。で、ローチに乗って、隠された財宝をね、取りに行きましょう。で、ここの先かな？この辺り。だから、ここをね、海に潜ればいいんですよ。よっと。じゃあ、ローチから降りて。おい、ローチ待って、待ってろよ。潜る。潜る。ここで、あ、ちょっと待ってね。薬草を集める。あれ？おお、なんか出てきた。なんだこいつ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、おお、ドラウナーさんか。やばい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 。やばい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 。やっぱ、怖っ。めちゃくちゃ強かったぞ、今のドラウナー。じゃあちょっとここでね、瞑想しましょうか。はい、それでは、セーブいたしましたので、ドラウナーさんを退治しに行きましょう。あいつ陸に上がってこない？あ、あった、あれだ、宝箱。そしたらここで瞑想しましょうか。いやー、ドラウナー、水の中にいたらあんなに強いんですね。今は実行できない。嘘。で、ここは？ここに行ったらできる？ 2 時間。よし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 。うわぁ。綺麗な空。じゃあもう一回当たりをつけて、そこにじゃあ速攻行きましょう。はい、潜る。よっ。潜る潜る。おい、ゲラウト頑張れ。それだそれ。で、全部、全部、全部取っていくぞ。そして、血まみれの軍の命令書。はい、血まみれの軍の命令書。軍団司令官の命により、関係者各位に次ぐ、この文書を持つ者を護衛して北方へ向かい、オクセンフルト付近の国境警備隊へ送り届けられたし、レダニアの旅団が彼の地で待つ。彼らはテメリアの貴族の出身であり、特別な庇護下にあるため、髪の毛一歩も傷つけてはならない。彼らの持ち物は全て私有の財産として彼ら自身が所有するものとする。上記命令のいずれかにでも違反した者は、略式の軍事裁判をもって処罰を決定する。ランダル・ヴィントゲンベルク。うん。でももうこの文章を持つ者がさ、もう、沈んじゃってるじゃん。大丈夫か？この人だよね。あ、もうドラウナーいないぞ。なんだ、ドラウナーってもしかして夜中だけ来るパターンか。うわぁ。なにこれ、時間によって敵が出てくるあれがあるのか。ね、敵がいる場所が。もう多分あ、いや、水から来てるぞ、ドラウナーが。よいしょ。太陽が眩しい。とりあえずなんかね、アイテムを手に入れたということで、ちょっとね、所持品見てみましょうか。所持品。銀と琥珀の首飾り、製作用の部品に分解するか、商人に高値で売却できる。おーっと、465、すごっ。でもこれ売ったら、足がつきそうだよね。テメリア特務隊の希少、ガラクタ。厳しい任務を乗り越えた者に与えられる、与えられる勲章。はい。じゃあですね、アイテムも確認しましたので、うん、ちょっとドラウナーがね、すっごい気になりますね。えらい強かったですからね、このドラウナーね。うん、ちょっとこの先ね、気になるね、
風車がすごい気になるんで、あっこまでローチさんに頑張って行ってもらいましょう。はい、ローチ、この風車のとこ気になるよね。ローチもね、ゆっくり。あ、待てよ、ファストトラベルで行けるぞ。ここはなんていうとこなんでしょう。はい、あ、粉引き場か、ここ。なるほど、ね、グリフィンと戦ったとこですよね。お、なんだこいつ。おい、ほい、ほい、ほい。人型はちょっとね、銀の剣じゃやれないんで、普通の鋼の剣で。ん？なんだ？おっと、どっかから狙われてるぞ。あ、このやつか。ちょっとガードしとこう。うん、どうした、おじけついたか。脱走兵？倒す必要ないよね、脱走兵だったら。別にニルフガードの兵隊をやっつけるためにいるわけじゃないんだが、攻撃されたらやるしかないでしょう。くそ、よっ、よいしょ。ああ、首が飛んでいった。ちょい、ゲラルトさん頼むよ。よいしょ。うわ、えぐい、えぐい。ベレンの条件、ベレンの条件、まあ一応もらっとくか。武器はもうあんまいらないんですけどね。ピススティック、小さなブラックジャック。この辺りに、いや、何だったんだろう、これ。急に襲われたんですが、何もね、してないのに。うん、ベレンの条件はいらないかな。まあまあ、一応取るだけ取っとこうか。あ、強化川、手斧の。なんだ、ピエロギ。ベレンの条件はじゃあいらないということで、ピエロギって何でしょうね。はい、ピエロギはね、食材でした。うん。そしたら、ちょっとこの先の、ねえ、ハテナのマークがあったところにちょっと行ってみましょうかね。はい、ではちょっと謎の場所に来ましたね。ホワイトオーチャード墓場。はい、それではですね、この墓場ですね、墓場、ホワイトオーチャード墓場行ってみましょう。いや、怖っ。力の場だ。見てみる。うん。これ色がね、赤だから、おっと、やっぱり出てくるか、こういうやつが。うわー、おい、ほい、ほい、ほい。どうだ、こいつは。ヤーデンだったよね。いや、ヤーデンを装備して、どうだ、もう倒したか。あ、もう倒したっぽいね。いやー、怖かった。これ多分イグニか、解放されるかな。どうだ、イグニだよね。オッケー。いやー、これだけか。あ、この中入れる。これなんだ、調べる。うん、変だな。何、変だなだけ。はい、ガードに設定して、はい、ドーン。よし、行くよ。うっす。うわ、これは怖いぞ。まさかの地下探検。うわ、来た。ちょっと待って、勇気だからヤーデン行くよ。ほい。これヤーデン聞いてんの。ほい、ほい。勇気はヤーデン聞くのかな。ヌーネースね、聞きましたけどね。これちょっとイグニでちょっと一緒に照らしましょう。あ、ここにもイグニのマークあるぞ。はい、
ける。いやー、なんかアイテムないかな。あ、いやー、奥にいっぱいありますよ。何かしらが。はい、ボーン。まあ、とりあえずここのなんかアイテムを回収しましょう。うわ、なんだこれ、騎兵隊の固定。あー、重量版だったか。なんかいらないアイテムね、多すぎるんで。はい、そうしたらですね、武器をですね、これベレンの長剣というのに変えました。前回装備してたのが、ニルフガードの駐屯地で買ったこのベレンの長剣のクリティカルダメージボーナスですかね、これがついてるやつですかね。うん、防御力貫通、こっちの方かな、つけてたのね。うん、それを超えたやつをまた手に入れましたので、これはでも保護がついてないんで、ただまあダメージが大きいのでこれつけましょう。で、防具ですね、この騎兵隊の固定っていうのを手に入れましたので、これをですね、装備してみましょう。おー、かっこいい。いいですね。このシダリスの鎧下とかね、ケイアモルヘの鎧とかもね、これもちょっとね、売っちゃいたいですよね。はい、とりあえずね、お、なんだこれ。あ、何これ。とりあえず銀の剣の濁流なんとかウィッチャーゴルグリムの手紙。ヘビ流派蛇流派でいいのかな。蛇流派のマスターウィッチャー邪眼のイバー様へ。これでかつて我らの流派のものであった伝説の設計図が全て見つかりました。ただしやや複雑な事態に巻き込まれています。トレに戻る途中で一晩休むためにテメリア国境地の村に寄りました。忌々しい農民たちは私に濡れ衣を着せて養蜂家の息子を誘拐した容疑で告訴しました。彼らは私を地元の少領州の城へ連行して尋問し、その間に設計図の一つが発見され没収されました。でも、ご心配なく、きっと取り返します。その他は彼らに見つかっていません。私はテメリアの監修法を行使し、この準男爵の気まぐれに従う代わりに、神妙裁判を要求しました。要求は受理され、明日男爵家の地下墓所から勇気を駆除することになりました。これはきっと簡単に済むでしょう。この手紙がつく頃にはすでに砦に戻っているかもしれません。炉に火を入れてください。家事仕事が待っています。コルグリーム。ところが帰ってこれなかったということは、何これ、蛇流派の装備、クエストの追跡。でも多分その蛇流派の人は殺されちゃったんでしょうね。あ、ノビグラの長剣、メティナの刀剣、なんだこれ。なんか強い武器がいっぱい手に入ってるぞ。やばいっすね。うわー、なんだこれ、ギルドルフの剣。うわー、ちょっと気まぐれで立ち寄っただけなのに、すごいいいアイテムが手に入ってるんじゃないでしょうか。ね。はい、ということで武器をですね、こちらのですね、ノビグラドの長剣の、なんかこう、ボーナスがついている分ですね、こちらに変更しておきました。で、あとはですね、こうキャラクターでこれですね、強化をするということで、はい、ということでとりあえずですね、まあ納金ですのでですね、まず大攻撃を、強化しつつ、で小攻撃をさらにまた強化します。で、これ納金キャラとしてとりあえずこれでですね、戻りますね。で、城の遺跡を探索するということで、入り口はこっちかな？うん。これなんだ？読む。フロリアン・ベリ・エリス。ベリ・エリス、ここに眠る。若くして子供を残さず、狩猟中の病気により死んだ。メリテリが自然とその法に反する罪を許し、たまわんことを。ん？どういうことだ。はい、じゃあ城の遺跡を探索するということで、お城っぽいところにね、今着いたんですが、誰かいるぞ。やばいぞ、盗賊の野営地だったのかここは。あ、でも弱いなこの盗賊
まあ、まあ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 、ここでちょっと、痛いか？そうだろうな。こいつボスか。あれ歯応えないな。はい、ジョッキー、小さなブラックジャック、ジョッキー、まあこれもね、難易度が高かったらすげえ強いんでしょうが、うん、なんだ、なんかの状態な、状態異常がついてるぞ。大丈夫かな。ここにそのクエストの目的を達成するためのアイテムがあるはずなんですけど、なんだ、プリオニア銀、力を合わせろ。なんだ、どこにいるんだ。あ、そこか。口数が多いやつ。あ、めっちゃ強いぞこいつ。よしよし、ふう、なんか肉の塊になってんだけど、そんなひどくはやってないんですが。ブリオニアコン、ここで手に入るアイテムはちょっと今までとは違う素材ですね。これか。怒った殴り書きの手記。何のために死ななきゃならない、手見れのため。親父も3人の兄弟もそうやって死んだ。それでどうなった。何もなかった、バカらしい。まともに葬ってもらえなかった。親父はいつも賢いやつは他人の失敗から学ぶとか言ってた。だから俺は親父の死から学ぼう。テミレのために死ぬより、テミレ人を殺した奴らから奪って生きてやる。俺たちの野営地を決めた。森の真ん中、古い水車小屋のそばのいい場所だ。ここを基地にして初めての襲撃に出かけよう。うん。瓶。うん、まあ野党になり下がってしまったということなんでしょうかね。うん。これが宝か。尋問報告書。あ、これか。銀の剣設計図。よしよしよし。とりあえず、尋問報告書を読みましょう。尋問報告書、場所、アマベット通りで、出席者、イグナティス・ベリエレス・ジュン男爵、アンドレアス・ブルーメ・テイシ、イグナティス教の使用人、カルミ・ガルデ・ペルシ、被疑者、ゴルグリム、あ、さっきの、邪竜派のウィッチャー、ウィッチャーのコルグリムはホワイトオーチャード在住の養蜂家ポールの息子ビッティを誘拐した容疑で告訴されている。被疑者は未決交留処分とされた。拘束の際に身体検査を受け、持ち物から銀の剣、ん、鋼の剣を製造するための設計図が発見された。この件がさらわれた子供の脅迫もしくは殺害に使用された疑いが持たれている。さらに現時点では何も発見されていないものの、被疑者が他にも殺傷力のある道具を製造するための同様な設計図を所有している疑いがある。イグナティウス教はウィッチャーが拷問を適用した予備尋問を受けることを要請した。これは適切な資格を持つ拷問人が見つければすぐに実施される。後にドラウナーが少年の失踪に関与していたことが判明した。不幸にもコルグリムは調査員にこの情報が届く前に死亡した。純男爵の判断を受け入れるよりも、神妙裁判を選んだためである。イグナティウス教は同意し、彼にベリエリス家の地下墓地から悪霊を一掃するに命じた。コルグリムは前日の地下墓地から二度と出てこなかった。その中に住む雑多な勇気や悪霊や邪悪な力が彼の手に負えなかった可能性が高い。うん。なるほど。コルグリムの手には負えないような、おおおおお、コルグリムの手に負えないような勇気たちがいたということですね、そこにね。うん、空き瓶何に使うんだろうね。まあ、もちろん錬金の材料なんでしょうが、うまそうなチーズやな。ここに、おお、また、あのクズの目を狙え。ちょっと野党にやたらと襲われるようになりましたね。あっ、いった。よいしょ。ほいしょ。ああ。サンドイッチ。ん？あ、宝がある。うわ、めっちゃいっぱいいるじゃん。グールさんが。はい、じゃあ怪物の巣の近くに来たので、まずグールをね、一掃したいんですが、
ゲラルトさんがグールの巣だ。ゲラルトさんが走れなくなっちゃって、くそ、なんでや、ゲラルトさん頼むって。よっほい、よいしょ。はい、トロフィーを獲得しました。村人犬の殺し屋グールをね、しっかりこのアイテムを回収していきましょう。これは、あ、これで爆薬でとりあえず破壊してくれるのかな。 OKOKOK。 あ、これで経験値がもらえるんだ。よしよしよし、とりあえずグールの巣を1個破壊したということで、ここにもアイテムがある。わあ、金とリン、ルビーの腕は、明日を破壊したらアイテムももらえるのか。はい、ということでですね、装備重量がね、ちょっと多すぎたせいでね、走れなかっただけでしたので、もう全然余裕で走れるようになりました。ということでね、ちょっと先に進みましょう、ゲラルトさん。何してんだろう、あのドラウナーさん。ちょっとドラウナーと、戯れようか。はい、ちょっと目的地目指してたらね、ドラウナーさんがいたので、ちょっとドラウナーさん戯れまーす。よっとい。お、強いな、ドラウナーさん。ほい。ほい。で、ロックオンして、あ、なんか水に帰ったか？よっと。ほい。怪物の目。また盗賊か。よいしょ、よいしょ、はい、ほい、お、来た。はい、ピスティック。まあ盗賊そんなやっつけるつもりはないんですけどね。うん、まあやられるから やり返すだけであって、特にやっつけるつもりはないんですが。ああ、重量オーバーになっちゃったか。うん、これをなんとかしたいんですけどね。お、このアイテムを取って、ああ、カリウドか。あ、ベレンの長剣、荒廃地のオイル、うん、いいんじゃないでしょうか。よいしょ。はい、ということで、このイベントもこなしたかなっていう感じですかね。クエスト、クエストじゃないですけどね。ではお話しましょう。見てか、客か、どっちだ。はい、客だよ。品物を見せてくれ。これ買っちゃいましょう。ディスグレア、銀の剣ですね。これを買っちゃいまーす。はい、お買い物はこれで終了ですね。お金がだいぶなくなっちゃいましたが、制作で自分が持ってない材料を職人が持っていればすぐに買える、アイテムを選択して三角を押す。なるほどね。蛇竜派の鋼の剣49から61、人間、人型の敵と戦う用の、鋼の剣。あ、毒確率、おお、なかなかいいじゃないですかこれ。必要レベル2、職人の条件、鍛冶や素人。なるほどね。はい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 。あ、まあアイテム的には作れると。うん。49から61ダメージ。うん。悪くないですね。作っちゃう？人型の敵ね。買っちゃいましょうか。で、これで一応アイテム作ったので、はい、じゃあ、買い物終了しまして。じゃあな。はい、じゃあ、ちょっと装備確認しますね。で、今、こう、持っている武器をこのディスグリアっていうのに変えますね。うん。で、こっちの武器をですね、この、蛇竜派の鋼の剣ですね。こっちに変えます。はい。これでかなり強くなったんじゃないでしょうかね。うん。街を探索しつつ、いろいろなアイテムを手に入れて、もうあと全部売っちゃいましょう。うん。お金に変えましょう。はい。ということでですね、アイテムを売り終わりまして、クエストもいくつかこなしましたので、今回はここでね、終了したいと思います。で、次回はですね、ちょっとクエストばっかりやらずに、
本編の方も進めていこうかなと思いますので、次回はちょっとね、先に進むことを考えてプレイしていきたいかと思います。はい、あとですね、再生リストの中に他にも動画やっておりますので、もし気に入った動画がありましたら確認して見てみてください。あとチャンネル登録、グッド評価ともしていただくと励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。